夢からむしろ読んなくさい。はい、千葉です。ご視聴ありがとうございます。ユーコンセファルスさんベルギーということで、この動画では首切りゲスのリアルな作り方がわかります。このチャンネルでは株式会社の折り紙の千葉のリチャンネルでたくさん持ってますので、他の動画もぜひ見てください。チャンネル登録もぜひお願いします。千葉のゆるいグループチャンネルアントチューブもよかったら動画説明欄から覗いてみてください。というわけで、首切りゲス千葉と一緒に作ってみようぜ。厨房からのお願い。YouTube を見るときはお家の人に声をかけてみてね。部屋を明るくして離れてみてね。疲れたら無理せず休んでください。水分補給も忘れずに、ハサミを使うときは気をつけて、小さいお友達は大人に頼んでね。最後まで聞いてくれてありがとう。はい、リクエストで首切りギス作りました。リクエストありがとうございます。好きな色の折り紙2枚用意してください。ハサミテープ用意してください。それでは頭から折っていく。はい、1枚用意してください。色流し角から折っていきます。今回ね、体も最初同じやり方なんで、しっかり頭のところで折り方を、色流し角折ります。折り方をしっかり見てて覚えていただきたいと思います。まあでも白三角と途中まで一緒なんで、いつも通りで大丈夫ですよ。白三角、はい、折れましたら、まあこの状態だったら真ん中を押して、折り線を使ってこう集めていっていただいて、四角に閉じてくださいませ。はい、こんな感じですね。真ん中に向かって三角4回折ってください。裏表三角折れましたら、上側の三角形でも両側に折ってください。裏にも折ってください。折れましたら四角形に開いてください。はい、四角形になりましたら開いて、この折り線で前に倒すようにして、折り線でひし形に折ってください。はい、この辺までは一緒。裏表折れました。こんな感じです。そしたら上の紙を1枚下げてください。裏側も下げます。そうしましたら真ん中に向かって細く折っていきましょう。はい、4回真ん中に向かって折っていきます。裏も表も折ってください。しっかり折り線をつけてあげてください。はい、裏も折っていきます。これも体の方でもやりますので覚えておいてください。開きます。はい、さっきの形に戻りましたら、このまま行ってもいいですけど、できればこうめくってですね、面を変えて逆側にも折っておくと後でやりやすいです。で、まあ一応やっときます。いや、いけるっしょっていう人は飛ばして次に進んでいただければと思います。はい、まあちょっとだけ難しいかもしれないんで、折り線はしっかり折った方が後が楽になるかもしれません。はい、同様に戻します。戻しましたらこの形にして、ここ1枚開きます。ここの横丁1枚開きます。開いてあげるとこんな感じになります。はい、真ん中の線から1本外側の線、こちらで山折りしてください。つまむように山折りしていきます。で、こっちも同じ、ここの線から1本外側のところで山折り、へこませる感じですね。はい、山折りした線から次の線で谷折りをします。これでね、細い折り紙を作りましょう。じゃあ一旦閉じますね。はい、一回閉じるとこんな感じになって1個はみ出してると思います。これも折り線で山折りして畳んじゃってください。はい、こうやってへこました状態を4回やってください。あと3回ですね、やっていきます。
開いてこの線で折って次で谷折りして紙を外側に出してあげる。はい。したら最後山折りで畳んであげてください。はい、あと2回。キリキリキスは夏いっぱい出てくるんだっけ。まあちょっと忘れちゃったな。まだまだね、暑い時期が続いております。夏休みもまだやってんのかな。夏休みまだ終わってないですかね。まあ見る時期によっても違うんだろうけど、皆さんが虫いっぱい取りましたかね。シボは2回ぐらいクワガタ取りで、カブクワ取りで、カブトムシペアとノコギリだけ取りましたね。他はもう全然出かけなかったですね。はい、じゃあラスト、ぶっちゃけ言うと平田とか三山とか欲しいです、毎年。はい、細くなりましたでしょうか。はい、ここでどこ開いても同じような形になってれば大丈夫です。へこませたところはこんな感じになっております。はい、これをね体でもやるので、ここまでできるようにしといてください。はい、じゃあ顔いきましょう。上のこの辺ですね、三角形に掘り下げてください。で、尖るようにしちゃっていいと思います、角は。で、ここは線はみ出しちゃう感じでいいです。はい、そしたら反対側で角でちょうどね、なんかここにラインがあるみたいなんで、そこで山折りしてあげて、ここへこませてあげてください。はい、こんな感じでほいほいという感じでございます。はい、そしたらこれが顎になっていく。この角からこの辺、この線あるんですけど、この辺までこう斜めに折って三角形にこう開いてあげてください。ここからこの辺、うわ、この辺で破れてくると、まあ関係ないと。はい、折れましたら折り返します。このラインに合わせて折り返してあげてください。で、まあ前にこう立ててあげると、これが顎になってきます。で、顔を作る前にクビキリギスって結構顎が体の下に潜り込んでいるような形なんですね。極端に言うとこんな感じなので、この角度を先にある程度つけてあげたいと思います。できる人はやってください。このまま同じぐらいの幅で押し込んじゃう。このまま同じぐらいの幅で、まあ斜めに折っちゃう。これでまあだいぶ沈み込むんですけど、ちょっとねここがね出っ張ってきちゃうので、さらにここ斜めに折っておいて、まあ、今折ったところをちょっとこうへこませるような感じかな。はい、この辺でさらに折ってあげて、1個前の折り線を山折りから谷折りに変えてあげると、顔の角度がこうつきやすいので、できる人はやってもいいかなっていうところ。難しかったら、よく分かんなかったら飛ばしちゃってください。
はい、だいぶ角度ついたと思います。少しここ開いてあげて、これが顎になるんですけども、こっちの上の髪で頭を作っていきましょう。ちょっとだいぶ折っちゃったから、一回今折ったところは戻してもらって、上の一枚髪を下ろせるようにしてください。はい、限界まで下げちゃっていいです。はい、下げました。ここは2つ分かれてるやつ。そうしましたら顎を戻してもらって、途中のところで折り上げます。結構ビリビリいってるのは限界を超えてるわけだ。折り紙の顎が少し出てる状態で折り上げていきます。で、この辺はギュッと押しといてください。顎の形に沿って折ってあげるといいと思います。はい、こんな感じです。そしたらここの背中のラインに沿って倒してください。倒しましたらちょっと手前に倒して、少し 1-2mm ぐらいでまたさらに折り上げて段折りにしてあげてください。はい、頭長いんだよねこいつ。はい、そうしましたらここが触覚になりますので、中をちょっと開いてあげてください。開いたら真ん中の線をここまで切ってあげてください。気をつけてどうぞお使いください。ハサミでございます。手でちぎってもいいけど、はい、この辺まで切れましたら、一旦ここの触覚段折りのままで残したまんま折ってあげてください。はい、戻して顔の横っちょ折っていきます。で、とんがってるので頭の上が細くなるように、で、触覚のところは半分ぐらいになるように、顎のラインに合わせて顔の横っちょを折ってお顔を作ってあげてください。そのまま触覚に行きます。半分に2つ折り、細く折ってください。こちらも細く折ってあげてください。で、根元のところはちょっとこう、まあ倒して前に触覚を向けてあげるとぽいのかな。この先っちょの方向は好きな方向に向けてください。こうでもいいし、こうでもいいし。こうかな。まあこんなもんでしょう。はい、根元もしっかり折りました。そしたらですね、首の角度もつけつつですね、戻してあげてください。ここ沈み込ませるといいですよ。はい、お顔、触覚、首あたりはできました。そしたら足を作っていきましょう。前足は短くしたいのでこれぐらいかな。これぐらいですかね。この辺で折ってあげて、反対も同じぐらいで折ってあげます。これ前足でございます。はい、で、それに合わせてここも中足になるんですが、のラインに合わせて折ってあげるといいと思います。はい、今回はさらにもう一回ハサミを使います。上から開いてあげて真ん中ハサミで切ります。気をつけて使ってください。はい、切りましたら戻して、このままこうやってやって重ねる感じで4本前足、中足を作ってあげて、はい、そうしましたら中足はちょっとどかして、前足を、作ってみましょうか。
斜めに下方向に向かって折り下げてください。このまま折り下げる。あ、こんなもんだね。中足も同じように折り下げちゃいましょう。で、ここですね、体の下のところに合わせて一回折り上げてください。で、こっからはちょっとね、ここプラプラしてるとやりづらいんで、セロテープ持ってる人はここをテープでぐるって貼っちゃうとやりやすいです。ここはもうなんかやってみて、わーやっぱやりづれーわってなったらでもいいですし、で下側に合わせて中足にかかんないように貼っていきたいので、この辺かな、中足にかかんない程度に止めてあげる感じにしました。テープがない、やらないという人はもうこの足でよしにするか、あと合体した後がちょっとやりやすくなるので合体した後にやってもいいと思いますね。こんな大きさになっちゃうんですよね、髪がね。はい、じゃあ細かく折っちゃいましょう。細く2つに折っていきます。もう細かいですね、この辺は。ちっちゃい足を作ってあげます。ここらやり方全部一緒です。まあ、2つに折ってつまんでいく感じですかね。付け根というか根元、付け根のところはこんな風につまみ折りみたいな感じですかね。同じように爪を使って間ちょっと溝を作ってつまんでいくと細かいところはやりやすいのかな。はい、細くなりました。ちょっとねリアリティ、はい、つまみます。はい、こちらもつまみます。リクエストね、いっぱいいただいてるので、ちょっとずつちょっとずつ、順番はね、いろいろになっちゃうんですけど、やっていきますので、お待ちください。少し上に上げるような感じで、途中で上げてあげると、よりリアルかなと思います。まあ、抑えながらかな。一回上に上げて下にこう下げるような感じですかね。はい、いやーちっちゃいバッタができましたよ。はい、こんな感じでバッタの首切りリスの頭完成です。体を折っていく。今ね昆虫すごいでやってるんですよね。はい、頭と一緒です。色流し角から折っていきます。土曜日に夏休み3週連続で昆虫すごいでやってますね。白三角を折っていきます。香川照之さんの昆虫すごいぜ。クワガタやったかな、この前。あとカマキリもやったね、先週は。今週は何かな。はい、折り線で畳みます。四角形にしてください。真ん中に向かって三角形を折ります。ちょっとテロップは省略かな、辺は同じです。解説もぶっちゃけいらないかなと思いますが、はい、全部最初ね同じような折り方してますから、他の種類を折りやすく、いろんな種類をね折ってもらうためにも最初はもう完全に一緒にしてます。開いていきます。だん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 同じことやってると慣れてきます、ね、飽きてくるっていう言い方もありますが、慣れてくると思うのでそれが一番大きいですよね。厨房もね考えやすいですから、この折り方ほんと万能なんで、自分でもし何か作るときも非常に使いやすい折り方だと思います。真ん中に向かって細く折ってくださいね。おすすめは逆折りもした方がいいんですけど、しっかり折り線がつけられれば別にここまでしなくてもいいかもしれない。よいしょ、分かり、しっかり
はい、面変えて逆折り。絶対こっちの方がやりやすいわ。はい、逆折りしたら開いて開いて山折りをしてから谷折りをして折り返す。バッタところを畳む。バッタ系はなんかこれでいけそうな感じはしますね。細いやつだね。マリオックはちょっとまた変わるのかな。でも頭をほとんどあれで変えればできるかな。僕はなるんじゃないかな。ジャイアントなんとかなんだっけ、知ってます？なんか英語名みたいな。最強のコオロギ、ジャイアントコロギスだっけ、はい、この辺は結構できた。個人的に昆虫すごい勢で、半身を見たいっすね。捕まえたいなって思うのはやっぱ綺麗なキラキラ系が好きらしくて、まああと単純にでかくてかっこいいやつです。なんですけど、キラキラ系パプキンとか好きなんで、やっぱ日本で捕まえたいのは半身は捕まえたことないのと、でタマムシですね。タマムシはしっかり飼育したことないです。結構すぐ死んじゃうので捕まえてもね、なんかストレスなのかね、あれ、まあ、標本にする手でね持って帰らせてもらったけどね。する覚悟がなかったらタマムシは持って帰んない方がいいです。あと標本したいって思うんじゃなければ捕まえにくいですからね。そうそう普通に生きてて捕まえられないし、この辺は伸ばしとこう。はい、細くできましたでしょうか。はい、先にパーツの説明します。まあ、ここが上だとしたら、ここが背中、これが羽で、これが後ろ足2本と、これがお腹という感じです。でイメージをつけておいてください。はい、この状態、まあ、裏としてここ真ん中に向かってこの角角で折ります。間は空いてていいです。角角で折ってあげると。折れましたら1枚ここ送ります。前にで、つまんでこう立ててください。ここが背中。で、1枚ここ前にこぐっちゃってください。はい、こんな形になりました。上開きます。でも置いてやる感じじゃないです。もう、ここからは。で、優しく開きます。開いて、真ん中で一回縦に折ってください。なんとなくここがこんな風に背中になっていくって感じですね。はい、そしたらここからここまでの真ん中あたりでつまんで、そこからはこう斜めに折ってもらう。でこの辺かな、この角は少し折っちゃう、これぐらいで、そこに合わせて軽くこう山折りして作っておいてください。首切り結構かっこいいですね。なんか悪役っぽい感じもするけど、これ開きます。真ん中開いて、片方ずつやっていきましょう。
真ん中を開きます。でここはもうない感じ。こっちはまだ紙が重なってる状態、破れないように。開いて開けて、で一旦ここ閉じます。あ、もう破れとるやん。はい、大変なものを作ってしまったな。はい、ここで開いてまっすぐにしたいので、上の紙も開きながらこんな感じで羽を作っていきます。はい、じゃあこっち側も開きます。この辺はむずいかも。ここからね、首切りリスの難しいところが始まっております。ここはまだね、紙が重なってる感じです。全部ここは開いちゃいました。この辺をね、クッとこう開きながら、開けるように斜めにここ折ってあげました。こんな感じですね。あ、この辺はそんなにね、どうなっててもそんな見えるとこじゃないんでいいと思います。まあ、これで羽 OK にしてもいいし、もう一段階ちょっと太くするとしたら、さらにここの1枚あるので、ここを開いていきます。あんまり開くとね、クツワムシみたいになっちゃうから、適度に下げる感じですかね。そうすると少しこう幅が出てきます。こっちまだ細いんですけど、全開に開くよりも少し残して開いてあげると、はい、こんなもんじゃないかな。種作ってあげてください。こんな感じですね。はい、長くてある程度幅もある感じで羽ができましたので、そしたら足をね、戻して作っていきます。若干ここ戻しながら後ろにやって、こう斜めになんとなく折ってあげます。付け根部分を斜めに折ります。でここも斜めに、でちょっとここの線よりは半分ぐらいですかね、で折っていただいて、後ろに向かって折ってもらって、ここ体の横も折っちゃいます。はい、後ろ、斜め後ろにこれで向かったと思います。そしたら付け根のところですが、少しめくってあげてください。はい、こちらお尻の方も角半分ぐらいになるように折ってあげてください。はい、こんな感じですね。はい、で足の先っちょも半分に折ってあげます。こんな感じかな。はい、どうでしょう。はい、後ろ方向に折れましたら反対側もやっちゃいましょう。ちょっと上に開けてもらって、後ろに下げて斜めに折りますと、これぐらいかな、これぐらい折ってあげて、まとめて
後ろ方向に折ってあげてください。そしたら体の横腸も一旦こう戻してあげます。で、付け根あたりがちょっとこう混んでくるのでちょっとめくっとくと後々いいかなと思います。で、お尻の方も角細く折っといてください。で、そのままこう細く2つに折ってあげます。はい、付け根こんな感じですね。で、上に向かって斜め上に向けられたでしょうか。そしたらまあどこでもいいんですけど、一応真ん中で開いてあげます。背中の羽のラインをちょっと超えるか超えないかぐらいで折り下げます。はい、先っちょは折っちゃいます。一回つまんで寄せて上から潰して四角にして閉じてあげると足になると。反対側も真ん中で開けて背中ちょい越えたか越えないかぐらいで下ろして脇を閉じてつまんでって閉じてあげると上が四角形みたいになるんで、閉じるとこうなると。で、先っちょはちょっとこんな風にしとくといいかなと思います。はい、後ろ足と羽ある程度これでできたと思います。背中をちょっと開いてみましょうか。結構いろんなことをしちゃったんで難しいかもしれないですけど、その辺はわからんところはもう飛ばしてください。こんな感じになってるとかっこいいのかな。首切りギスっぽい、細長くて上もここがあるって感じにできるんじゃないかと思います。残ったところここですね。こちらを開いて後ろに持ってきます。はい、そしたら先っちょを折っていくんですが、ここの真ん中の線に合わせてもいいし、ちょっと手前でもいいかなと思います。手前ぐらいにしてます。ここで閉じます。で、これで体 OK にしてもいいし、この羽と体の距離が気になったので、できる人は足のラインに合わせて斜めに一度折ってもらって、さらにここ沈み込ませる感じですかね。グッと、もうよくわかんねえってなったらやんなくていいです。一回沈み込ませて、で、羽のとこ開いて、少し入れられるようだったら入れてあげるといいかなと。角とか折ってもいいと思います。中央はもうやんないです。はい、はい、こういった具合で首切りギス体完成です。大きさの差がすごいですね。はい、では合体していきましょう。体のところを開いてもらって、ここに貼っていきます。今日はちょっと両面テープ使っちゃおうかなと。この辺かな。もちろんセロテープを丸めても全然いいと思います。ギャッ、はい、まあ、はみ出したとこは折っちゃえば OK と。ビキリリウスも結局夏から秋にかけてるのかな。足をちょっと下げて、ここで頭を挟み込む感じです。で、頭のところをここ角が来るようにしてやればちょうどいいんじゃないかなと思います。こんな風に挟み込んでくっつけてあげるといいですね。おー、かっこいいじゃん首切りちゃんと思うんですが、皆さんは
まくできたかな。はい、こんな感じで首切りギス完成です。というわけで今回は首切りギス作ってみました。うまく折れたでしょうか。この動画が良かった人もそうでない人もグッドボタン、チャンネル登録まだの方もそうでない方もチャンネル登録してくれたら嬉しいです。完成リンクはコメントにどうぞ。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ちぃぼでした。バイバイ。